息吹っていう言い方をしたのは郷源先生だし、まあそういう意味では息吹をこよなくその修練したのもやっぱり山口先生じゃないですか。武道館で演舞をしたのかな。なかなかね素晴らしい演舞だったんです。息吹がもう武道館に響き渡るようなね。で終わってね降りて、私がその時に羽織をかけようとしたら、俺今何やってたって言うから、ちゃんと語ってました。本人覚えてない。だそのぐらいその息吹で自己集中しちゃったんでしょうね、きっとね。でもあの時の息吹っていうのは今でもねすごかったですねって聞かれるね、人に言われるぐらい。だからあの父の息吹っていうのは、まあ父独特なのかもわかんないね。我々だと真似できないですよ。そんなすごい大きな息吹は大きいっていうんじゃなくて、まあ、音じゃないんでしょうね。やっぱり響きっていうのかね。だからね、我々はどうしても息吹をねやはり音として表現しちゃうでしょ。で郷源先生の場合ね音じゃないね。実美少年は空手道にのめり込んだ。旧制中学を卒業し青年へと成長すると、京都の立命館大学に入学。当時立命館大学には空手部がなかったため、応援団と相撲部に在籍した。しかし実美青年は燃えていた。空手部を結成するために有志を募ったところ、人数は集まった。苦労したのは稽古場の確保。思いついたのはかつて新選組が駐屯していた三部の屯所跡であった。道場付きのこの屋敷を稽古場として使わせてもらえないだろうか。交渉すると幸運にも無料で借りることができた。昭和4年、立命館大学空手術研究会結成。新選組の大使たちも汗を流した道場で稽古を始めると、幕末以来の誇りが舞い上がった。昼夜を問わず激しい掛け声が響き渡り、近所中を驚かせたという。当初父がやっていた空手は非常に、まあ荒いというか、父自身も現在やっている郷中流とは別に非常に、殺伐とした練習法が主だったらしいですね。当時実美青年の練習方法には大きな特徴があった。それまで空手の稽古といえば基本動作や型の反復練習、それに二人一組で決まった動きをする、いわゆる約束組手が一般的であった。しかし実美青年はそれまでの常識を覆す画期的な練習方法を考案する。自由組手、決まり事のない自由な攻防を行う、その練習方法はまさに実戦そのものであった。今日世界中で行われている組手競技の礎は若き日の山口郷源によって築かれたのである。実美青年たちの空手は実践的強さを誇っていた。町のごろつきや他の武道集団に勝負を挑まれることもたびたびであったが、その都度相手を打ち破った。それでも実美青年は満足しなかった。強さへの追求、血気盛んな若者の頭にはそれしかなかったのだ。そんな実美青年の空手道に対する思想を根底から覆す人物と出会う。郷中流流祖宮城長純、伏施室の達人と呼ばれたこの人物こそ、後に山口郷源が息吹と命名する独特の呼吸法を那覇手に取り入れ、郷中流空手道を確立した空手家である。この出会いこそが実美青年にとって2度目の空手道との出会いとなった。宮城長純は三部の道場をたびたび訪れて指導を行うようになる。そして実美青年はその豪壮な息吹と一部の隙もない奇跡のような技の数々を目の当たりにする。しかし実美青年がその技術以上に感銘を受けたのは、道に到達した宮城長純の人格と精神であった。人に打たれず人打たず、事なきを元とするなり、強さのみを追求してきた実美青年に健全一如のその精神は深く突き刺さった。やっぱり宮城先生に出会ってから、道としての修練という方に切り替えたということを父自身が言ってますね。
以来実美青年は空手の技術だけではなく精神修養に打ち込むようになる。座禅、断食、滝行、南行苦行を続けて精神が磨かれていくと、空手道の技も自然と鋭さを増していった。これらの苦行の数々は剛柔流空手道の修練とともに生涯続けることになる。